名古屋グランパスのファン・サポーターの皆さん、こんにちは。竹内晃です。今回、瑞穂でグランパスと試合ができるということで、またグランパスサポーターが作り出す、素晴らしい雰囲気の中、試合ができることを大変楽しみにしています。皆さんに元気な姿を見せれるように、全力でプレーしたいと思います。よろしくお願いします。